にちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さん調子どうですかね。最近また、冬だけど暖かくなってきてますね。これはジェントフィットネスもちょっとまた、動画をですね原点に戻ってちょっと上げていきたいなと思います。昨今ね、やっぱり今このフィットネスのブームで、それをちょっとこう文化にしていこうという動きを、させてもらってるんですけども、やっぱりこうブームになって人口が増えて、でトレーニングジムも増えて、でパーソナルジムも増えて、でそれに付随してトレーナーの数もいっぱいいっぱい増えてますよ、皆さん。僕そのパーソナルでお客さん来て、若い子が結構多いんですよね、最近単発で。でその子たちがやっぱりこう大学辞めてパーソナルトレーナーになりたいとか、もうみんなもうこぞっていうのもパーソナルトレーナーになりたい、パーソナルトレーナーになりたい、もうこれはみんな本当に最近多いです。パーソナルトレーナーって、正直多分誰でもなれると思うんですよね、やろうと思えば。そのね、だから誰かに金銭をもらって教えることができたら、それでもうちでもパーソナルトレーナーなので、いくらでも名乗ることはできると思います。でもその中に本物のパーソナルトレーナーは今どのくらいいるんでしょうかというところなんですよ。どうしてもこう頭でっかちになって、知識はもちろんいっぱい勉強して、資格も取って学校も出てっていう人いっぱいいると思います。でもパーソナルトレーナーはそれでは食っていけない、そんな甘い世界じゃないんですよね。実際その知識あって、あと大会で結果出せばとか、結構これ多いと思います。多いよね、大会で結果出せばそのトレーナーとして成功できる、だから大会に出て結果を出したいんだ。それ結構ね、大間違いなんですよ。大会の結果っていうのはもうあくまでもプラスアルファでしかないです。で結局その今トレーニングをされてる方のピラミッドってこうあると思うんですよね。こうやってありますよね。でもうここがやっぱ圧倒的に多いんですよ。ここが多分もう7割ぐらいを占めると思います。じゃあこの割合って何かっていうと、今日からトレーニング始める人だったり、トレーニング始めて1年2年ぐらいの層の方がやっぱ一番多い。健康維持でやられる方、ダイエットでやられる方、ここが一番多いんですよ。でここのお客さんはやっぱりどう取り込むか、全員が全員じゃないんですけども、その興味がある人、どうやって興味を持ってもらうかというところがすごく大事で、その大会の結果出てとか、この人に教えてもらいたいと思って来るお客さんっていうのはもう大体ここの2割とか1割の層のお客さんだけなんですよね。だから本当にトレーナーとして生活していきたいのであれば、もうここの7、7割の層をいかに自分に興味を持ってもらうか、パーソナルトレーニングの大切さ、これを教えることが一番大事だと僕は思います。例えばじゃあ僕がね、今もうトレーニングやってるんで、明日からちょっとじゃあ現地でちょっとゴルフやりますってなった時に、僕は何が一番最初にするかというと、やっぱ僕もパーソナルトレーナーつけます。ゴルフのね、シミュレーションゴルフとかのパーソナルをつける。それは何でかっていうと、それが一番効率がいいから。自分で見よう見まねに、いろいろね、今 YouTube の動画とかいっぱいあると思うんですけど、そういうの見たところでもやっぱりわからないんですよ。いろはがわからない人っていうのはもうたくさん、これがもう本当に多いと思うんで、だからまずはトレーニング、そのパーソナルトレーナーをつけて、ある程度の基礎を教えてもらう。ただそのゴルフのパーソナルトレーナーをする方でも、結局自分の型でしか教えられない人っていると思うんですよ。これトレーニングのパーソナルトレーナーも一緒だと思います。自分の型のトレーニングフォームを教えたり、新しいトレーニングのメニューを教えたり、この辺っていうのはもう我々としたらもうこれ当たり前のことなんですよね。ここじゃない、ここを教えても、何も分かってない人に新しいフォームを教えても、トレーニングの中新しいメニューを教えても、そのお客さんは分からないんですよ。野球で言うとストレートを教えてないのにツーシームをいきなり教えちゃうようなもの、そうなんですよ。サッカーに例えるとパスを教えてないのにいきなりスルーパスを教えるようなもんですよね。これってやっぱりパスを理解してないとスルーパスの意味もわからないですし、そこが大事なんです、全ては。じゃあどういうことかというと、胸の、プレスをやりますとか、スクワットをやります。でスクワットをやっても
どこを意識していいかって分からない人いませんか？トレーナーの方に聞きたい。お客さんじゃあ10人トイレいます、100人の人お客さんいて、全員に同じフォームをやらせて、聞いてる人聞いてない人、聞いてるか分かんない、ああ聞いてる、2パターンに分かれませんか？全員に聞いてるって思わせないとダメなんですよ。じゃあどうするか、これ意識をさせてあげないといけないのです。人間で今一番器用なところってどこでしょうか？指ちゃんですよね。指だよね。指が一番器用だと思うんですよね。じゃあこれなんで器用なのか、一番ここを動かしてると思うんですよね。ここで全て行いますよね。だいたい歯も磨く、ご飯も食べる、いろいろなことをするのはこの手だからこそ一番僕は器用だと思ってます。ただ神経っていうのは全身にありますよね。で手の不自由な人とかは足でいろいろやったりされる方もいるぐらいなので、そこを使いこなせば使えるようになるんです。ただその使う意識ができてないから使えないだけなんですよね。例えば僕は本気で信じてるのが、この胸でいつか箸を持てるように、箸が持てると思います。この胸で無理だと思いますよね。でも指先、手はこういう形してるんで持てるんですけど、胸もこの形だったら僕は持てると思います。そのくらい全身指と同じぐらいの感覚に持っていくように意識してトレーニングすることが大事なんです。じゃあどうするか、普段からそこを使いましょうね。トレーニングだけで使ってたらダメです。重りを持ってない状態でそこを動かすことができなければ、重りを持った時点で意識することはできません。じゃあどういうこと、例えば背中の筋肉普段から使いましょう。どういう時に、ドア引く時でもいいじゃないですか。下からなんかゴミ拾う時、物取る時でも背中を意識して使うんです。わかりますか？これがすごく大事なんです。こういった指導を、意識をさせる指導っていうのをまず根本にしていかないと、本当にビギナーズラックのお客様には何もわからず、8回だったら8回、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月のプランを終えてしまう。これじゃお客さんもできてない私が悪いんだな、パーソナルトレーニングをトレーナーをつければおのずと体が変わる、意識ができると思ってる人がいっぱいいるんですけど、それは違います。パーソナルトレーナーを選ばないといけません。わかりますか？意識をさせてあげる、パーソナルトレーナーは意識をさせてあげる仕事だと僕は思っております。どうでしょうか？いけと思いますでもその意識のさせ方はやっぱすごく大事なのと、あとやっぱりね、もう最近本当に知識ある人ってすごく多いと思うんですよね。トレーナーとかトレーニングしてる方で、でその人がパーソナルトレーナーをやるときに、まあ、どこどこを収縮させてだとか、まあ、内転させてとか、まあ、いろんな用語をねこう使っていくと思うんですけど、実際やっぱ僕もね、たまにこうパーソナル同じ空間でこう違うジムでやってたりしたときにトレーニングをね、でそこでパーソナルやってる人とかの指導を見ると、難しいそういう専門的な用語だけを言って片付けてるような人が多くて、正直パーソナルトレーナーってトレーニングを教えるのがもちろんなんですけど、それ以前に接客業ですよね。だってお客さんと一対一の空間ですもん。それを1時間ね、1時間半だったり行うわけですよ。やっぱりその空気感もすごく大事ですし、コミュニケーションが取れなければパーソナルトレーナーとしてこれは成功しません、確実に。コミュ障な人って結構この業界多いと思うんですよね。どうですか、これ何で多いかって僕思ったんですけど、やっぱりみんなそのトレーニングに没頭しすぎて、まあ、それすごくいいことだと思います。ジムに行ってトレーニング、自分とだけ向き合っていろんな業界の人と交流してる人って本当に少ないと思うんですよね。少ないと思いませんか？だからその時事ネタだったり、まあ、ちょっとこうビップな方というか、まあ、その目上の方と話すときに、話すとなると一気にそれ筋肉の知識だけでしか会話ができなくなる。もちろんそれだけを求めに来てる人もいると思います。余計な会話いらない、70分60分の間で余計な会話いらなくて、そういうね筋肉の、知識だけが入ればいいっていう方もやっぱいると思うんですけど、でも実際やっぱ僕もパーソナル今までもう1000人ぐらい、1000人以上はね、お客さん見させてもらって、やっぱりそういう方の方が少ないんですよね。
対話、やっぱそうコミュニケーションもしっかりと大体の空気感、そういうのもしっかり掴んだ上でご指導させていただく、これがすごく大事だから接客業です、究極の。はい、だ僕はまあ接客業にすごく自信があるので、コールセンターでも究極の接客業やってましたから、そこでしっかり経験積んで、これちょっと自慢させてください。入社3ヶ月で10年間ぐらい記録破られなかったでしょ、僕は抜いてるので、東日本で1位になってます。僕はまあサラリーマンもやってましたし、接客業があってのこういったトレーニングの知識をお客様に伝えること、この2つができてやっぱ最強のパーソナルトレーナーになっていくのではないかなと思ってます。だから皆さんもまあそうやって異業種交流だったり、まあそういう目上の人と話す機会っていうのをもっともっと、これからトレーナーを目指す方であれば絶対足を運んで作った方がいいですし、とりあえずいろんな人と会話をした方がいい。慣れ合い、要はね、知り合いの人とだけ会話するんじゃなくて、新しい出会いの中でどん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 会話をしていくこと、これが絶対成長につながりますし、なんといってもこのパーソナルトレーニングにすごく生きてくると思います、指導者としては。はい、また長々と喋っちゃいました、すいません。まあ、これからももっともっと、だから僕に関してはまあ接客の方ももっと勉強して、知識の方ももっともっと勉強して、まあ、今後やっぱり指導する側としてもね、やっていきたいとは思ってますので、そのためにはもっともっと自分自身で箔をつけて、やっていきたいなと思ってます。そしたら、まあこの動画は、一応一本ここまでですかね。まあひとまずご視聴ありがとうございます。次の動画からはこれちょっとシリーズ化させてください。龍が如く7、そこまではいかないかな、4とかで終わっちゃうかもしれないんですけど、まず僕がトレーナーとしてね、日頃どういった伝え方をお客様にしてるのか、これをね一部ちょっとお見せします。あとセミナーの内容も、まあ、どういった形でセミナーをやってるのかっていうのもちょっと、そういった雰囲気もね分かるような感じで指導はしてるので、その辺も一部、部位ごとにちょっと見せていければいいのかなと思いますので、この後の動画からはちょっとまずはじゃあ胸、もうダンベル初めて持つような人にどうやったら教えるか、こういったのちょっとやっていきましょう。はい、にっくり、終わり、 OK。